RS-18 はロケットダインが開発したアポロ月着陸船の月着陸船用上昇エンジンから発展したロケットエンジン。自己着火性の出力を加減できないエンジンだったが液体メタンと液体酸素を推進剤とし2008年に NASA のエクスプロレーションシステムズアーキテクチャースタディ試験のために使用された。2005年に NASA エクスプロレーション。 システムズアーキテクチャースタディは、上院輸送機、月面着陸モジュール上昇段推進と、サービスモジュール推進システムに圧送式液体酸素、液体メタン技術が承認された。ロックス、液体メタン CH4 のようなクリーン、推進剤の使用は、上昇段や、サービスモジュールのエンジンのような宇宙船の用途において、 安全性と同じ大きさの自己着火性推進剤による推進装置の性能を兼ね備えている。月面着陸機上商談に使用する場合、現在の設計よりも大型化するモノミチルヒドラジンや4酸化に窒素1000から 2000LBM よりも体積を抑えることができる。上商談用のエンジンにおいて S で認証された水力の水準は5000から1万 LBF。 水力 5500LBF の上昇エンジン技術のために自己着火性推進剤または液体酸素液体メタンの鍵となる技術的危険性を排除するために推進と低温先進開発計画が NASA のグレン飛行センターで実施されている RS-18 ロケットエンジンはジョンソン宇宙センターのホワイトサンズ試験施設で高高度を模した状態で液体酸素と 液体メタンを推進剤として試験された。この計画は NASA の推進と低温先進開発計画の一環である。高高度シミュレーションは WSTF 高高度模擬装置を用いて行われ最大高度12万2000フィート相当に達した。RS-18 は液体酸素液体メタン RS-18 試験計画の一環としてプラット ホイットニーロケットダイン社の設計、供給するガス発火等知式点火装置が使用される。加工品による点火は RS-18 には使用されないが、その後、2009年のアルマジロエアロスペース一部、エンジン試験の一環では成功裏に実証された。RS-18 エンジンは、コンステレーション計画では採用されず、NASA の計画は2010年2月1日に、 最終的に中止された。RS-18 エンジンは、さらなる宇宙探査の任務のための推進技術を入手して試験する NASA の探査技術開発計画で、液体酸素と液体メタンを燃焼するために回収された。ありがとうございます。